はい、どうもこんにちは、高島です。今回はですね、 IKEA の新作を探しに IKEA のお店に行ってきたいと思います。はい、で今回はですね、元造作家具屋の松本さんというね友人がいるんですけれども、その松本さんと一緒に行ってきました。気になったところを専門的な目線でアドバイスとかね聞きながら見ていきたいなっていうふうに思っています。ウェブストアでは常に新作がこう載っているわけなんですが、その中ですごく気になったものがね毎回いろいろあるんですけど、実物を見てみて実際どんな作りになっているのかとかね、そのあたりを見ていきたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、今日僕が気になってんのが、あのソーデルハムンっていうこのソファー、あ、これシンプルな作りなんですけど、はい、ちょっとね小ぶりのやつが出てるらしいんですよ。へー、あ、これっすね。これがほらニューって書いてあって、ちょっと小ぶりなんですよね。うん、これが大きい方で、これぐらい結構違いますね。これぐらいだったら全然、幅が145だからそんなに大きくないと思うんですけどね。これちょっといいなと思ってて、高級感がちょっとあるんですよ。これ別売りなんですけど、セットになるんですよ。ああ、なるほどなるほど、はい、他にもいろいろあって、新作でいうとこの柄、これも新しいんですね。このニュートラルカラー系はちょっと流行りなのかもしれないですね。あ、これもそうだ、千鳥柄ですね。これどうすか、リラックスしすぎっすかこれもねちょっといいんですよこれ僕好きですね。これいいですよね。これなんか天然素材でできてて、こんな感じなんですけど、しかも安いですよ。12,990円とか、かなり安い。この座面はまた別売り、2,000円とかでも2,000円ですね。新作マークはだいたいこのニューがついてて、あ、この辺が新しいっぽいですね。これはなんか人工の革、こっちはこの形前からあったんですけど、はい、この素材が新しいっぽいですね。ちょっとでかいっすかね。これはあれですか、もう家用ですか。家用っすね。そう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 、ちょっと欲しいなと思って、リラックスする用の。でもちょっと大きい気がするな。シワの部分とかも可愛いですね。あ、そうですね、確かにタックみたいになってますね。これだ、これこれ一人用スリーサイズ展開。そうですね、これに合わせられる扉を作って、次はねテレビボードみたいなものを作ろうとしてて、あ、こういう感じで正解するような感じなんですよ。で高さも2種類、はい、3種類もあるのかな。この辺でもニュー多いっすね、新作が。やばりになって、へー、ほんとだ。これやばりっていうんですね。こういうのをやばりって言うんですね。それはなんか家具用語みたいな。家具用語ですね。へー、こう、吹き板の張り方。あー、なるほど。矢の形状みたいになってるんで。ちなみに松本さんは、はい、元家具の職人。職人ではなくて、はい、主にまあその設計の部分で、設計か、はいはい、まあ、実際工場に指示を出す側であったりとか、あ、なるほど、現場のクオリティを確認するとか、そういう部分であったりとか。なるほど。じゃあ家具、はい、のことについてはまあ言ってもプロってことですよね。はい、だから分かんないことあったら聞きますね。これグロスのカラーのやつが結構ニュー出てますね。こんなマットなやつも新しいのかな。あとはこうちょっとザラッとしたコンクリート調って書いてありますね。これ昔の扉の音がしますあ、つけるとこんな感じなんだ。この色合いいいな。やっぱニュートラルカラーは使いやすいんでしょうね。この辺りがダイニングですね、はい、これも前に紹介した可能性はあるんですけど、材料的に新しいとかあるかもしれないですね。竹っぽいのとか最近増えてますよ。竹ってサステナブル素材みたいな、あ、成長が早いんですよね。確かに確かに。だから竹の家具増えてるみたいですね。あの辺のイームズっぽいやつとか
こういうのがついてると屋外なのかなと思っちゃうんですよね。確かに書いてありますね。室内屋外用で行けるんですね。足がなんかウッドなのに行けるんだ。これウッドじゃないのかな、もしかして樹脂とか。ウッドではありません、ね、ではないですね。音的に樹脂ですか。樹脂だと思います。あ、この音はさすがっすねパッと見わかんないですね。パッと見そうですね、引きだと全く、うん、こんぐらい離れたらないですね。すごいな。キッチン周りですね。ワゴンとかも結構いろいろありますね。結構テーブルの下にワゴンが入ると便利だなと思って。あ、そうですね、うん、箸とか食器関係、うん、カトラリーとかを入れて使ってますね。あ、これ引き出しぴったりなんだ。ケア用のやつっぽいですね。こういうのにぴったり入るっていう。あ、これがこれすごい人気あるんですよね。あ、新色とかもあるかもしれないですね。これ新しいのかな。ライトオリーブグリーンだって。なかなかいいかもしれない。この辺りもこの間紹介したやつがあるんですけど、これとか、これとかはね割と新作ではあるけど紹介はもうしてますね。天板を選んで、足を選んで、この辺りが全部同じ高さなんで、こっちが左側これにして、これを右側にするとか。こっちの天板とかもパーティクルボード、中に詰まってるというかね、チップみたいな、そういうシリーズと、こういう竹のハニカム。あ、じゃあこれも中はあれなんだ。だからちょっと軽くて丈夫みたいな感じですよね。ベッドルームちょっと気になりますね。ここサステナブルな取り組みのコーナー書いてありますねこれ僕この間ベッドルーム作ってみたんですけど、これめちゃくちゃしっかりしてて重すぎて運べなかったですねすごいしっかりしてるせいで。だから中身を2つに分けて、これ家のマンションの前で開封しました重すぎて和室とグレーってなんか合うんですね。あ、そうですね、うん、であとここら辺も竹のシリーズっすね。これもなんか格子状になってて、ちょっと和だけど完全に和じゃないですよね。なんか海外外の人が思う和みたいな、衣装的に和なデザインというか。 あとこれあの明るさ調整できるやつ、これは上の部分かな、色の切り替えで来る消すとか。結構 IKEA のスマートホーム化っていうのも面白いかもしれないですねあとこれすごい人気みたいで、店舗によっては売り切れになってて入荷するとなくなっちゃうみたいな。今はなんかめっちゃ4個もありますけどねなんか内側に光るなんかこのカゴみたいのができて、で外側はなんかシルエットっぽくなったり内側は明るくなったりして。これっすよ、この間買ったのこれです。結構じゃあ一回り、そうですね、これと比べると1段以上小さいですね。こっちはもう本当にワードローブっていうか結構見せる収納系ですよね。そうそうそう、なんかちょっとしたかける部分が、ここが金物使わないっていうのがなんかいいですね。これ今3万円以上で配送料無料やってるんだ。あ、すごい。8月いっぱいぐらいまでやってるのかな。いつも3月から5月ぐらいまでやってるキャンペーンもあって、新生活キャンペーンみたいな、はい、一応メインエリア限定っていうのがあって、だから沖縄とかだと北海道とかだと無料ではないみたいなんですけど、ここキッズコーナーなんですけど、これが気になっててこれっていくらぐらいなんだろう。シェードが2つサイズがあって、大きいのと小さいの であとはこのペンダントランプの本体というかで組み合わせなんで、多分1500円は必ずかかって、あとはどっちかにするかみたいな、だから3000円ぐらいか4500円になるかみたいな。これちょっとなんかね雰囲気いいんですよ、紙でできてて、でこの紙製みたいになってて、でここに針金が入ってて、結構形がこうやってなんかこんな感じにできるんですよ。意外とね色はシンプルなんでいいなみたいな。売ってるもんが食べれるみたいな感じで、だから商品でもあるんですよ。例えばミートボールみたいなのが
後で売ってるんですけど、それ冷凍食品で保存効くんですよ。だから廃棄があんまなくて、この効率的というか。これがなんかプラントベースラザニアって言って、肉がこれまたあの肉じゃないやつです。そうなんですね。じゃあこっちのちなみにこれのカレーもそうみたいですね。これもうすごい肉っぽさしかないですけどね。肉にしか見えないですよね。はい、松本さんどうも。あ、こんにちは。こんにちは。はい。レストランのこの木がなんか僕の家具作ってくれてる小川さんがこうデザインしたものらしくて。そうなんですね。今その家具を作ってくれてる職人さんがこれを作ったっていう。だから小川さんとその職人さんがこれ作ったっていう噂が本人から聞きましたね。次は食器ですね。食器のコーナーでこのシリーズが結構おすすめなんですよ。これディネーラっていうシリーズで、同じ素材で形違いがあるんですけど、特におすすめなのがこれなんですよ。大きさ的には一番使いやすいの。18センチ、見てください。このこれこれはもうね、ただなんですよほぼ。僕はこの色を使ってますね。このちょっとブルーグレーみたいな。これ洋食にすごく合うんで、ちょっとサイド落とし目で4個でこんな安いんで250円くらいですもんね。4個だと約1000円なんですよ。でもこれ割って1個にするとタダになります。これ200いくらい、めちゃくちゃ安いですから。ここでも竹が結構来てますね。これも竹ですね。竹ボール、この辺りも竹だし、これとかもまさか竹。すごいな。この辺も竹っすよ。これ竹じゃないけど、まあほぼ竹っすね。これなんかは、はい、これはゴムの木でした。だからまあ竹です、ほぼ。この辺りもね、意外といいんですよ。この食器周りの食卓にちょっと使う柄のペーパーナプキンみたいな。確かにこういうのにあんまりお金かけれないですもんね。そうなんですよ、使い捨てだし。これで言うとまあただですね。はい、これ値段、値札を見る意味がなくなってきちゃう。これなんかって2種類入ってて、これに2種類入ってるんですよ。こう25枚25枚みたいな、合計50ぐらい入ってて、これなんかだとこれですけど20ピースで200円ぐらいじゃないですか。こっちだとね40ピースで279円で、こっちの方が安いのにいっぱい入ってるじゃないですか。これってプリントが2色か1色の違いなんですよ、ほとんど。だから倍入って安いっていう。あれありますよ、ハロウィン。ハロウィン何月、10月でしたっけ。 10月だと思います。あ、だいぶ早い、さすが。あと今日ちょっとシンプルに欲しいやつがあって、これガラスの入れ物で、あの食品を入れる保存用なんですけど、蓋の種類も選べて、これだとこのパッキンみたいなのにこうやってしっかり止めれるパターンとか、あ、これ竹のパターンもありますね。竹でこう、あ、結構密閉感あるな。そうで、これスタッキングができるっていう、このちょうどはまるように。あれ、こんなのもあるんだ。これ、あ、え、どういうことですか。中にあの冷却剤みたいなの入ってる。なるほどね。このまま持っていけるよっていう、うんうん、そういうことですね。キャンプなんかにぴったりじゃないですか。めちゃめちゃいいですね。でクッションのコーナーもやっぱりニューってやつはチェックしますね。グレー、ここぐらいからずっとグレーですからね。ここまでグレーですよ。ここぐらいまで。上もこれやっぱ素材の違いと生地のこの粗さの違いとか、ちょっとした柄とか、これってやっぱ部屋に組み合わせるときにすごいいいんですよね。なんか柄とかは結構使いにくいっていうか、まあ、これぐらいだったらありですよね。この同色でとか、はいはいはい、レーヨン朝も入ってますね。すごいサラッとしてて気持ちいいですね、これ。あ、これ限定コレクション、これたまにあるんですよ。店舗限定かなんかで、これじゃあ立川さんだけ、何店舗かとかですね多分。そういうことです、はい、
それか期間限定か、はいはいはい、結構凝ってる感じですね。ラグの素材みたいなのが縫い付けてあったりとか、刺繍が入ってたりとか。あ、これちょっと気になってたんですよ、新作。このなんか立体的な感じがすごく可愛いというか、うんうんうん、これが2500円ぐらい買えるんだもんな。安いっすよね、赤もう微妙な色が全部あるっていうのがいいっすよね赤一つとってもテラコッタっていうんですかね。あ、これカラーってなんかもう結構レンガ色みたいな、はいはい、この間これ買いましたよね、安い。え、これはもうね安い、全部色いっぱい買ったんですよ、ただのやつ、はい、でもレジ行ったら結構高くなってましたね。ただじゃなかった、うん、1個だとただなんですけどね。ラグのコーナーがこんないっぱい種類あって全然人気ないんですよ、ほら人があんまりいないでも本当はここすごいいいんですよ。これとかね、これ羊の毛なんですよ、多分食肉になった羊だと思うんですよね。それのまあなんかちょっとしたリサイクルじゃないですけど、こうやって活用されてるみたいな。期間限定で安くなってますね。2000円も。これも同じなんですけど、シリーズがちょっと違うんですよね。これ、はい、これルッテってやつで、値段もちょっと違うんですよ、実は。でもホームページ見たら、これの名前も変わってました。これですね、多分。名前変わったんですよ、ほら。ルッテじゃなくなってる。本当ですか？これニューで、ちょっと気になってたんですよ。なんかちょっと違うのかな、ちょっと柔らかい、ふわっとしてる気もしますよね。このあたりもね、結構おすすめです。僕もね、持ってるんですけど、結構いいですよ。なんか椅子に引いたり、寒い日は。そういう使い方でもいいですよ。こういうのも結構おすすめで、これが、このビンドゥムってやつなんですけど、これもともと安いんですよ、1万3000円ぐらい、まあ、これがあの今もっと安くなってるっていうやつなんですけど、しかもでかくないですか。そう、でかい。これすごくでかいのと、あとね、厚みも見てほしいっていうか、これ見れます？これちょっと見えない。他のでちょっと他のあそこにもあるんで、これっすよ、この厚みっすよ。これ多分どんぐらい？3センチぐらいあります、ね、ありますね。密度が高いっていうか、しっかりしてるんですよ、こういう感じで。これがね、今のビンドゥムってやつで、はい、色違い5色ぐらいあるのかな、4色か5色ぐらいあるんですよ。赤とか白とかいろいろあって、黒っぽいのもあったような気がします。これ土足で歩いたらめちゃめちゃ気持ちいいですよ、多分ホテルの一流ホテルの床みたいな。これ5万円するんですけど、どこに置くのっていうぐらいでかいですから。すごい、ハンドメイドなんですね。ハンドメイドらしいですね。 IKEA って意外となんか安くて それなりっていうイメージもある人多いと思うんですけど、実は結構ちゃんとしてるものも多いんですよね。お、出ました、照明のコーナー。ここはね、やっぱり絶対に見ますね。一番長くいる可能性もありますよ。あ、これこの間購入したやつで、これヘイっていうブランドがデザインしてるんですよね。ほら、なんか意外とね、そういうコラボもね、たまにあるんですよ。この辺りも結構なんだろう、部屋の雰囲気物足りない時とかに結構いいかなみたいな。これもニューですね。これちょっとなんか和なテイストがしますね、この辺り。ちょっとだけ並びで不思議なデザインだな。これこんなのあんだ、ガラス。IKEA のいいところが意外とガラス製品がいいんですよ。あ、でこういうのもガラスで、よくプラスチックっぽいの多いんですけど、これガラスなんですよね全部。これも新作っすね。これ何？あ、形が可愛いですね。いいですね、なんかキノコですね、ほとんど。これずっと昔からありますね。調光もできて、この下だけ明るいみたいな感じで、あ、上も明るいのかな。あ、上と下かという感じで、これは多分ロングセラーだと思いますね。
これで5000円で買えるのか。これもいいっすよ。これも最近ずっと置いてありますね。これ僕買いましたよ。あ、本当ですか。はい、色をここ黒に塗装してこの部分ゴールドにしてみたいな。へえ。あとね、これがね、意外とね、ちょっと前からあるんですけど、ちょっとインダストリアル系のなんかインテリアとかに相性がいいと思いますね。これか、あれが結構海外の事例とかでも使われてて、ちょっと新しいんですよ、去年ぐらいで。あれはもう何年も前からあったんですけど、これがね、あの新作というか純新作ぐらいですね。これ初めて見ましたね。これこれこれ何、ガラスだ。これさっきのキノコっぽいやつにちょっとだけ似てますね。確かにシリーズっぽい、シリーズの可能性ありますよね。名前はもう忘れましたけど、はい、あとはこの辺がスマートホーム化の照明のやつなんですよね。多分割り当てれるのかな、このボタンはこれですみたいな多分できて。あ、これ人感センサーじゃないですか。すげえ使えそうですよね、うんうんうん、で意外とこれこれに合わせて何を買えばいいかっていうのがあって、このワークズイケアホームスマート、このマークがあるやつはこれ自体がもう対応で、例えばこれをこれとこれだけ買えばいいんですよ。あ、さっきの人感センサーと、はい、だから家、そうそうそう、家にある照明にこれをつけて、はい、であとこれで設定するだけ。あ、これセットもあるんだ、スマートホームカーのセット。あとはおすすめはミラーです。ミラーも結構出るんですよ。あ、これも新しい、このラタンなのかな、はみ込んでるような。そうですね、これが塔だからラタンですよね。そうですね、これも新しい、でっかいやつ。あ、でっかいやつも新しいな。これか、このシリーズが最近出た臭い。ニューって書いてないですけどねあとはもうほぼ最後なんですけど、植物のコーナーがこちらです。植物のコーナーも実は意外と良くて、このイミテーションの植物が結構あるんですけど、造花的な、はい、結構あるんだけど、ものによってはかなりリアルだったりするんですよね。この辺はちょっとなんかちょっとビニールっぽいかなっていう気もするんですけど、この辺とか結構リアルですよ。竹、確かに、うん、細かいとこ見たら、うんうんうん、まあいろいろあると思うんですけど。あ、これ新しいやつ、気になってたやつ、これです。これなんか、あ、これ新作ですね。999円なんだ。これハンギングでなんかああいう引っ掛ける場所があれば植物がこう吊り下げられるという。あとはリアルな植物もあって、ここはもう本物です。はい、実はこの辺もオリーブとかパキラとか、これペペロミアっていうスイカペペとか呼ばれるやつで、スイカのスイカっぽいんですよ、葉脈っていうんですか。そう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 、面白いですね。そうなんですよ、これとか安いんじゃないかな。 あ、全部400円、安っ。こんな感じかな。じゃあここでとりあえず終了かな。あとは倉庫のコーナーになります。はい、というわけでいかがだったでしょうか。IKEA ってね、僕は近所だから月に何回もね、足を運ぶような感じなんですけれども、行くたびに新しい発見があったりだとか、リリースされたその新作をね、毎回ねご紹介したいと思ってますんで、たまにしか IKEA にね行けない人とか、あとはね、失敗したくないなっていう風に思われる方はね、ぜひ今後もご覧になってみてください。だいたいね毎月1回ぐらいはね、ご紹介したいと思います。はい、というわけでインテリアやライフスタイルについてまたこちらからお送りしたいと思います。はい、それではまた。